はい、こんにちは。みんなで一緒にモンハンライフのアタと言います。今回は1月26日から始まった感謝のアッセラ祭、こちらのイベントクエストのドスジャグラス、こちらのイベントクエストの落とし物、装飾品の方、これを3分で28個から30個集めることができる方法をご紹介します。今回の方法ですけども、マルチよりはソロの方がおすすめになります。装備に関しては最後にご説明しますので、動画の方も最後までご覧ください。まず始まりましたら、エリア1に向かいます。弾の方は通常弾のレベル2。アイテムの方を天神の総意に準備します。エリア1に入りましたら、こちらの草の生えてないエリア、この辺に位置取ってください。今、こちらのエリア2からドスジャグラスがこちらに歩いてきます。ちょうど画面の奥から歩いてきて、左の草食獣、こちらを捕食しに向かってきます。今、弾の方を通常弾レベル2にしてますけども、通常弾レベル1でももちろん構いません。弾のこの個数ですね。撃つ弾の個数によって変わってきますので、2発3発ぐらい撃てる弾がベストです。捕食が終わったら通常弾レベル2を撃っていきます。この時レベル1だと反応しない場合があります。方向したら転身を置きます。そのまま癒しの円筒を足元に置きます。このまま操作を何もせずずっと立っています。この何もしないことによって左上の天神の創意のゲージ、これが減っていきません。動く、もしくは天神の創意で避ける動作しない限りは問題なく減らないで済みます。そしてこちらのゲロですね、こちらのブレス、この攻撃の際に落とし物が5個落ちます。これ2回目ですので合計10個。これが3回目のブレスが発生したら拾い始めます。このまま何もせず待機します。これで3回目ですね。ここで拾い始めます。最初に草のないエリアを選んだのは、この落とし物が発見しやすいためです。左上の天神の装意をメーターを気をつけながら拾っていきます。だいたい5回から6回ブレスを行ったらエリアの移動を行います。そのまま落とし物をすべて回収します。回収が終わりましたら、そのままクエストを帰還します。今回ブレスが1回少なかったですので、5個少ないと思います。討伐時間が3分20秒、報酬枠が24個となります。実際にはこちらがマックス、合計30ですね。30というのも何回か確認しております。平均ですと大体28個、ここまでですね。ここまでは十分埋まります。それでは装備の方をご紹介していきます。今回の方法ですけども、マルチでやった場合には、報酬が10個程度しか集まりませんでした。そちらの点には注意してください。
今回使用している装備になります。武器に関してはボーガンの方がおすすめです。弾が撃てれば何でも OK ですので、好きなボーガン。威力が低いと気づかない場合がありますので、できれば通常弾レベル2を持っていくようにしてください。頭がバゼル、胴がゾラマグナハイド、腕から足までがウルズで超回復をつけてます。必須となるスキルは耳栓がレベル5、耐震がレベル2、体力増強が3となってます。これ以外のスキルに関しては、何でも構いませんので、あるスキル、持っている防具ですね、そちらの組み合わせでつけていただければ、今回の方法は十分可能になります。今回の方法ですけども、平均がだいたい3分10秒程度、報酬の平均が28個となっています。ぜひこの方法を試してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったら、いいねの方とチャンネル登録の方お願いします。